わからない。僕には、剣の技量はない。岩を叩き割れるような剛腕も。でも、それでも、いつからかあるんだ。体を突き破るような熱が、この世界を守らなくてはという、魂に刻まれたような思いが。なんか今日の司の演技、いつもと違う。なんだろう、妙に説得力がある感じがするっていうか。普通に台本を読んだだけでは、このセリフを今演じたような感情で表現しようと思わないはずだ。この男が英雄になるという背景を踏まえて、世界を背負う男たるように情熱的に演じようと考えるはず。でも、司くんの解釈は。すっごいよ、司くん！今の演技、本当にすごかったよ！そうだね。まさに人を引きつける芝居だった。はぁはぁはぁ！ここまでみんなに褒められると、なんだかむずがゆいなぁ。なんかすごく説得力があったけど、どうやって今の演技を作ったの？実は事前に家で練習をしていたのだが、自分の演技にどうも納得がいかなくてな。ワークショップの仲間に相談したら、自分なら役と似た環境で過ごすと言われてやってみたんだ。似た環境で？ああ、最初は意味がよくわからなかったかな。ひとまずそのまま言葉通りやってみようと思って、大通りの道端に座ってみることにしたんだ。このシーンの英雄はまだ貧しい靴磨きだったからな。だが怪しんで誰も寄りつかなかった。それはそうだろうね。しかしおかげで理解することができたんだ。英雄がこのシーンの時に感じていた孤独を、自分は大勢の人間の中の一部でしかない、自分がこの世界で何をなせるかもわからない、なのに昔から胸の奥から湧き上がるような使命感だけはある、だったらその使命にかける思いが本物なのか確かめる時、この役は俺はどう思うだろうかと考えた。考えて確かめたいという期待と、裏切られたらという不安、そういう感情が入り混じると思ったんだ。それで今の芝居ができたんだね。普通に台本を読んだだけでは、今のシーンは情熱的な演技になりそうなものだけれど、司くんの解釈にはかなりの説得力があったよ。すっごくよかった。私自分のお芝居忘れそうになっちゃったもん。